皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今日も株の掲示板というか記事を見ていきたいんですが、先ほど、いつものようにヤフーの株掲示板を見てたら、アジア開発キャピタルが、ホリエモン銘柄2位みたいな話題が結構出てたんですよ。で、自分は持ってるんで、ホールドしてるんで、ちょっと嬉しいなと思いまして、今ちょっとその確認というか、記事を見てみたところ、確かにここの四季報オンラインホリエモン、推奨銘柄ですか、ホリエモン銘柄2位にアジア開発キャピタル本当に入ってるんですね。で、3位のリミックスポイントとかは、5位の開花もそうですけど、ビットコイン関連で上がってますよね、確かに。で、大黒屋ホールディングスも本当もう1週間前とかですか、かなり上がりましたし、いや、このね、チョイス、ホリエモンさんのチョイス、さすが一流ビジネスマンというか、先見の目があるなっていう感じですよね。で、ここで、理由というかね、例えば1位の銘柄だったらこんな感じですとか、3位はビットコインを運営するリミックスポイントとか載ってるんですけど、アジア開発キャピタルの理由みたいのが載ってないんで、どこら辺で注目していただいたのかというかね、注目したのかみたいなものは見たいんですけど、それはここではちょっと見れないようですが、名前が出たりとか、出来高が増える、注目されるというのは素晴らしいことだと思いますので、いいニュースじゃないかなと思います。で、最後に今日の、出来高というか、終わりね10なんですが、途中結構11をつけてる時間が長くて、で、結構下げてる銘柄が目立ってる中、結構良かったんじゃないかなと思います、自分は。面白くなりそうですね。今平均線の一番下で引っかかってるんですが、できれば今日11円で終わってくれればチャート的にも良かったんですが、あとは出来高を増やして、売りをさばきながら、IR 待ち、IR 待ちっていうよりは、簡単な IR とかちょっとのだと、また1円2円上げてまた戻るみたいなのがあんまり良くないなと僕思うんで、もうすごい大きなので一気に上げるか、 IR の力ではなく、コツコツとチャートも戻しながら上がっていくのがいいんじゃないかなと自分は思ってますけど、今日はいいニュースだったと思います。以上になります。ありがとうございました。